お疲れ様。あ、どうも、これシアです。あれ。え、どうしたんですか？いや、やっと思いついたんだよ。え、PR のポイントのことですか？そうそう、俺なりに考えてみたんだけど、網走を PR するにはやっぱエミューしかないと思うんだよね。まず卵が大きい、大きいことはいいことだよ。インパクトがあるし、子供たちだったら見ただけで喜ぶんじゃないかな。肉もヘルシーだし、油は化粧品になるし、羽だってアクセサリーにもなんだよ。これは東京農大の先生が10年近くも研究した成果なんだ。今や数も研究も日本一なんだよ。いやー、3日前ぐらいからあんまりないで考えたんだけど、エミューだってもう急にひらめいたっていうか。へー、すごいですね。いや、絶対いいと思うんだよね、エミュー。これ提案したら即決まりでしょ。あ、いいだ。おはようございます。おはよう。え、なんかいいことあった？いや、アワシーのピアノポイント決まったんですよ。エミューはどうかなって。あのね、エミューはないわ。俺が提案した時さ、却下されてさ。そろそろ決めないと本気でやばいんだよな。